おはようございます。西戸明子です。今朝は兵庫県の有馬温泉にいます。福岡から車で東京に帰るその途中で、さてどこで休憩しようかなとホテルを探しましたところ、犬2頭が一緒に泊まれるところって本当に見つからなくて、なんとか見つけた。それが有馬温泉でございました。もともと私大阪に生まれて、兵庫県に、育ったので、有馬温泉はちっちゃい時に来たことあるらしいんですけれども、全然覚えていなくて、で坂がめちゃくちゃ急なんですね。びっくりしました。で温泉は硫黄泉って聞いてたんですけど、硫黄の匂いって全然なくって、茶色く濁ってますけれどもね、なんかこうとろっとしてお肌がしっとりしていい感じでございます。昨日は福岡を10時ぐらいに出まして、それで有馬温泉着いたのはもう夜7時前だったんですけれども、基本ずっとこう無音でね、もうただただ運転を楽しんでいたんですね。なんですけれども、もうさすがに最後の方ちょっと飽きてきてなんかやっぱ音楽欲しいなと思って、それでだいたいドライブするときに聞きながら歌いまくるのが井上陽水さんなんですよ。ホテルはリバーサイドとかね、あと探し物は何ですかとか、ノリノリで歌ってたんですけど、こうずっと歌ってて、で犬タオとアイ見たら二人とも背中向けてて、うるさいなと思ってんのかなって、でこれちょっと聞いてくれる人が欲しいと思って、それで私昨日プレミアム生放送でひたすら井上陽水歌いまくるっていう著作権の関係があるのでアーカイブは残さずですね、もう生で偶然聞いてくれた人だけしかも車を運転してるから歌詞覚えてないから、もう全然西戸さん覚えてへんやんって、しかもなんか選曲渋って、73年生まれって漢字とか言われて、もうそりゃそうやと、で私ハモりますよっていう人いたから、ふうなちょっとスピーカーに招待したんですよね、そしたら今ダメです、今人といるんでって、で結局トンネル入ったら電波入らへんし、運転してたから1時間で途中でブチって切れたらしいんですけれども楽しいですね、歌うのは。やっぱりね、なんか最近ずっとあんまり歌ってなかったので、結構本気で歌ってたら顔の筋肉とか喉とか口の中とか、その歌うために使う筋肉っていうのがいっぱいあるんですけど、それがなんかちょっとずつ起きてきたら少しずつ声出てきて、声出てきたら面白いんですよね、いやなんかちょっと来年はなんかも歌おっかなと思って、なんかそんな気持ちになりました。はい。でそんな話はいいんですけど、明日ですね。明日は名古屋に行きます。で名古屋で、はい、皆さん福岡に続いてマスタークラス第5期のリアル授業がありますよ。今回はしかもマスター生であり、ドクターでも学んでくれているアツくんがもうお寺さんですからね。だからもう今回名古屋の授業お寺でやろうかということで、もうめっちゃ広い駐車場もありますから、皆さん車でいらしていただいて大丈夫でございます。私もタオとアイを連れて車で行きますね。このマスタークラス、またいろいろもうね、本当面白いことがいっぱい起こっています。例えば、マスター5期生、学校の先生をね、ある事情があって辞めたという方がいらっしゃるんですけれども、その方は福岡でのリアルの授業に参加してくださいました。でボイシーのコメント欄にもう文字数多くて書ききられへんかったって言って、マスタークラス第5期の何でも相談フォームにコメントを送ってくださったんですけれども、何があったかっていうとね、この方今心が開かれていく感覚がありますということで、何があったかというとですね、彼女は気づかれたんですね。私実は仕事好きやったやんって、
できれば続けたかったんだって、まあ、どっちかっていうと仕事をちょっと途中で辞めてしまったって言って自分のことを責めてすっごい苦しい時期もねあって、でそれをこうまあなんとかちょっとこう乗り越えていらしたということだったんですけれども、えちゃうやんって、私仕事好きやったやんね、続けたかったんやって気がつかれたんですね。でその気がついてご家族の LINE にそれを送ったんですって。そしたらお子さんにこう言われたそうです。あれ、お母さんは仕事好きだったよね、学校の子供たち好きだったよね、仕事してる自分を楽しんでたよね、知ってたよまあ彼女としてはですね、もうなんか自分の中では大発見だったんですね。自分をすごい責めたね、途中で仕事辞めてしまってその責任とかいろんな角度から責めてたけど、はあ、私仕事好きやったんや、楽しんでたやんって気がつきましたってなってたのに、まあ、家族に言うたら、えそんなん知ってたよって言われてびっくりっていうね。本当のことだからこそ本人は認めたがらない、たどり着くまでに時間がかかるもの、そんなことをひっくるめた学びの場を今体験していますと感謝を伝えたくて、ボイシーのコメント欄には溢れてしまったのでこちらに送りますといただきました。いやー、人間の心って面白くてね、本当に全然自分では気がつかないんですよね、なんかこう心って結構いろんなものがいっぱいあると思うんですよ。なんか心配する気持ちもあれば、嬉しい気持ちもあれば、なんか心の中って過去のことも未来のことも中もいっぱいぐちゃぐちゃに入ってると思う、カオスやと思うんですね。でもその瞬間って一個のことにしか気持ちが向かないと思うんですよ。っていうのはこの前飛行機に乗った時に子供さんがめっちゃ泣いてたんですね。もう涙ポロポロって流して怖いって言うて、まあ、小学校低学年ぐらいのお子さんやったと思いますけれども、ね、通路挟んでその通路側にね、あのお子さんで通路でお母さん座ってはったんですけど、お母さんがずっとねそのお嬢さんの手握ってはるんですよね。でその子泣いてるんやけど、あの子供ってピタって泣き止んだりするじゃないですか。でどの瞬間に泣き止むのかなってめっちゃ観察してたんですけど、まずあのフライトアテンダントの女性が子供に配るおもちゃを持ってきて、それであのその彼女の後ろの席の子供におもちゃ配ってた、あの選んでもらってたんですよ。もうガン見、全然泣いてないその時それからそのフライトアテンダントのまた女性がなんか後ろの方でなんか準備してはったんですよね。もうその時も何やってんねやろガン見、全然泣いてないだからあのこれトラウマを治す時とかもそうなんですけれども、その瞬間のその人の心意識を結局どこにフォーカスを持っていくかっていうので、あの変わるんですよね、いろんなことが。だから怖いと思ってた飛行機がその怖くなくなったり、トラウマも解消されてったり、でこちらのそのコメントをくださった方で言うと、結局その自分が仕事を辞めたことをダメだって自分を責める方ばっかり見てたから、実は楽しかった、実は仕事も続けたかった、もうそのことがなかったことになってたわけですよね。いや心って本当にあの自分でどこに意識を持っていくかだと思います。意識を持っていくってちょっと難しいですよね。例えて言うと懐中電灯を、まあ、心がそうですね、心って見えないから暗闇だとしましょう。で暗闇の中に結構いろんなものがあるんですよ。嬉しい気持ちも楽しい気持ちも不安な気持ちも心配も怒りも恐れも、まあ、トラウマもいっぱいあります。もういろんなものが心の中に全部入ってる。でその瞬間に懐中電灯でピッて光を当てられる範囲って狭いんですよ、これが。で心はまあ何十年間生きてくればですね、めちゃくちゃ広いですね、はい、まあ、生きてきた年数だけ広いわけです。もうちょっとそれは範囲はこれぐらいとは言えませんけれども、まあ、とんでもなく広い。その中で懐中電灯ピッて照らせるぐらいが今意識を向けられること。だからどこに意識を向けますかっていうことをあの選んでいくことができるんですよ、実は我々。
するとそれだけで、ね、もう全然自分の心の状態が変わります。当然明るくなれるし、その心配とか重たい荷物ばっかりにこう意識を向けてたのが、そうじゃない今この瞬間起こっていることに意識を向けられるし、ね、今できることに意識が向くから行動力も出てくるし、でこちらの社員さんみたいにこう心が開かれてってですね、なんだ私楽しんでたんじゃんっていやもうこれがマスタークラスの醍醐味ですよ皆さん。本当に最初ね入ってきた時は結構暗い顔してたり、まあちょっと人が苦手なんですよねとかね、人が信じられないんですよねとか、まあ、いろんな方いらっしゃるんですけれども、そういう方々の表情がですね、もうどん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 明るくなっていく、で口数もどん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 増えていく、でお話の内容もどん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 豊かになっていく、で最初は発言するのも嫌だったのがどん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 発言も増えていく、つまりはその方が開かれていく、でそれを見てみんなで喜び合える仲間がいっぱいいる。いや自分の変化変容をまるで我がことのように喜んでくれる仲間たち、本当に涙流して喜んでくれますからね。そういう仲間たちがいるって本当すごいなと思います。いやこの学びって別に半年間で終わらないですよ、本当ずっと続いていきます。いやだって今回福岡で講演会、まあ、2回やらせていただきましたけれども、なんと千葉から長崎からそうやってかつてのマスター生が参加してくれるんですよね。だそうやってずっとつながってるんですよみんなが。あそうそう、12月にはオールマスター、もう期を関係なくね、何期とか関係なくオールマスターの大忘年会もやりますよ。まあ、今年はちょっと素敵なフレンチのレストランでやるんですけど、来年ライブハウスとかでやっちゃおうかな、私ちょっと来年歌おっかなみんなで来年歌う、なんか出し物とかやろっかまあそんな感じでね、はい、楽しんでますマスタークラス。それが今回最後ですよ。ちょっと皆さん、こんな仲間に入らないなんて本当もったいないからぜひ皆さんご参加ください。あもう明日の名古屋の授業も日曜日の東京も本当楽しみだな。もう大好きなんです、私みんなと会ってリアルで学ぶのめちゃくちゃ楽しい。でどんどんみんな仲良くなって、どんどん大好きになるのね、みんなお互いのことが。でお互いのことが大好きになると、これがね結構が自分のことも好きになっていくんですよね。あーもうマスターでの起こる変化って本当になんか一言でもう言えなくて、自分のボキャブラリーっていうか表現力なさすぎって本当すごい思うぐらい、マスタークラスってもうすごいんですすごいんですって、もうそんな言葉なんか他ないの西戸さんと思いますけど、いやもう一言で言うと何でしょう、幸せになるよはい、というわけで自分の心のどこに懐中電灯を当てるのかっていう、その癖に気がついて、もうなんか暗いところねばっかりなの電気当てるのやめましょうかもっとね、見てって、私を見てって言ってる心の中の愛、優しさ、思いやり、豊かさ、喜び、そういうものがいっぱいありますよ。しかも全ての人の心にあります。そんなの私はないって思うかもしれないけど、それは気づいてないだけなんですよ。本当に懐中電灯当てたことがないから、あるいは周りの人が当ててくれたことがないから、自分の心の中にそんな愛とか喜びとか豊かさとか優しさとか思いやりとか自由とか、そんなものはないって思い込んでるだけなんです。なんでそんなこと言い切れるかっていうと、私がそうだったもん。でも私だけだったらサンプル1だけど、マスターで学んだ人みんなそうなんだもん。だから人間そうなんだもんっていうことです。
本当にマスターの学びってあの難しくないんですよ。何かを付け加える学びじゃないんですよ。なんか記憶しなさいとかでもないんですよ。あなたが今まで目を向けてなかったところに目を向けるっていう、もうすでに自分の心の中にあるんだもの。でそこにある あるんですよだから気がつくとほっとしますね。ああなんか生きててよかったって、ああ自分にもこんな愛が自分の中にあったんだなって、うん。でみんなが自分を好きになったらこの世界はもっと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 素敵になるなって思います。マスタークラス第5期何でも相談フォームオープンしています。この週末は名古屋と東京で授業があります。来週末は大阪です。一生続いていく最高に素晴らしいこの仲間たちのつながり、マスタークラスの輪にあなたにもぜひ入ってほしい。仲間がもっと欲しいこの前もですね、なんかふーって、2期生の方のことを思い出したんですよね。で、あ元気かなと思ったらインスタでいいねが来て、うわっと思って、でメッセージ送って元気って言って、そしたらいや実はここのところその西田のことをなんかずっと考えてたからって、いやー繋がってるねーなんて、うん。彼女はマスター学んで自分は文章を書くのが好きなんだって気がついて、それで文章を書くことを学ぶ学校に通い始めたんですね。で今も書いてるんですって。彼女はね本当にあのすごく文章が素敵なの。もうレポートとか書いて送ったり Facebook で書いてくれる投稿が素晴らしくて、で好きだな彼女の文章ってずっと思ってたら、自分は文章書くの好きだって気づかれたんですよね、うん、小説書いてるって。彼女の小説を読むのも楽しみです、うん。それからねあの自分はアロマが好きなんだって気がついて、それでただアロマセラピーをあのなんていうの、もう本当に彼独特のやり方で、セッションをやりながらその方のためのアロマを配合するっていうことを、始められた方もいらっしゃいます。自分が本当にやりたかったことに気がついて、30代だろうと40代だろうと50代だろうと60代だろうと年齢本当関係ないです。でそういう自分の人生を歩み始めた人をみんなで応援しています。うん。そんな幸せな生き方、心の懐中電灯の当て方、あなたにもお伝えしたい。一緒に学べたら嬉しいです。マスターご機嫌何でも相談フォームもオープンしてますし、お申し込みも心よりお待ちしております。それでは皆様金曜日ですね、素敵な一日をどうぞお過ごしください。今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。